はい、今日もあなたと百姓一揆、本日は2018年の12月、7ですか、金曜日ね。もう第2週の金曜日に入りましたですね。早いもんです。まだ結構今朝も冷えましたといってもね、まだ霜降りてないですね。こちら成田はまだ霜が降りてないですね。今週明日とかね、土曜日土日が結構冷えるみたいでね、3度とか2度の予報が出てますが、どうでしょうか。今日は金曜日出荷日ということで朝から収穫に追われておりますが、キャベツね、まあ今年は1番手2番手は出来が良かったんですけどね、あったかいもんですからね、やっぱりまだ虫が動いてるんですよね。こうやってね放っておけば、ぼつぼつこうやって虫が出てきます。食われ始めますね。いやはやね、これはもう仕方がないことでございましてね、仕方がございません。今年はもうキャベツこれちょっと余りますね。ね、余った時にどうするのかっていうのは難しい問題ですしね。なかなかね、余った野菜をね売る先がないっていうのはね、なかなか問題ですよね。有機栽培の方は特にね、だから複数のね売り先なりをもう確保しなきゃいけないんですけどね、なかなかねということでございます。やっぱりね、キャベツなんかは本当に今は100円ぐらいじゃないですか。これでもおそらく100円とかですもんね。もう有機栽培とかなんとか関係なくね、もうそういう値段しかつかないので、ね、まあまあそれをねわざわざ出荷するのかという話になってきてね、難しいところでございます、ね。時間がねどうしても一つのキーポイントになりましてね、まだまだ1番手がまだね、だいぶ半分ぐらい3分の1ぐらい残ってて、2番手がまだね残ってますんで、早くしないともう割れてくるんですよね。もう3番手、もう巻いてきてましてね、いやい足らないのは困りますが、余るっていうのも難しいところなんですね。まあまあ現在私はねほぼ一人でやってますんでね、どっか収穫してどっか持って行ってもね、数千円しかならなかったら正直言って時間がもったいないんですね。なのでね、この余った野菜をね、誰か取りに来てくれるんだったらいいですけどっていう話でしょ。カマキリくん、よいしょ。さあ、キャベツを収穫した後、この後ね、ケールを収穫する予定でございます。よいしょ。ね、黒キャベツがねずっと連続出荷をしていてちょっと落ち着いたのでね、次はケールですね。よいしょ。表ほうれん草もねちょっともうほっきてきちゃって大きくなりすぎちゃってね、ちょっともう収穫出荷出せない感じですよね。今年本当にあったかいんでね、どん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 2月3月用というのが前倒しでできてきている状態です。まあ厳しいですね。ケールね、ケールケール赤ケール、よいしょ。今日は赤ケール、キャベツ、赤キャベツ、そして赤ケールという感じのね、ちょっと色合いをね考えての出荷となるかと思います。まあ黒キャベツはね、ようやくなんて言ったらいいんでしょう、我が百姓カフェでも使ってますがね、美味しいですよね黒キャベツね。今年ちょっと品種を変えてやったんですけど、やっぱりこう煮崩れしないっていうね、本当にはい、こんな感じですね。煮崩れしないってやっぱりいいですよね。こっちの方がいいのか。よいしょ。ただ活着がねちょっといまいちだった分も多いですけどね、仕上がってきてます。よし。
ね、こう手で描いて取れる、まあ黒キャベツもそうなんですけどね、手でねパキパキこう手で描いて取れるっていうのがポイントといいますかね、大きいところでして、どうですかこんな感じ。まあ本当は、どこの部分がどうとかってあるわけですけども、まあまあいいんじゃないですかということで、これもねこれですね、うんね、レシピを調べますと非常に緑黄色野菜の中での栄養価抜群と書いてありますけれどもね、確かに味がねギュッと締まってる感じがします。ただやっぱりどうですかね、和ではありませんのでね、和の野菜ではありませんのでね、そういう味の中にねちょっと優しさみたいなものはあんまり感じないですね。だから大根とか小カブとかと一緒で煮込むってなるとちょっと、こちらの方が主張しすぎちゃう感じがしますよね。だからやっぱりちょっと調理はね、工夫しないといけませんよね。どうしてもやっぱりコンソメだとか、ケチャップ系のようなそういうなんて言ったらいいんでしょう、そういう強い味と絡めざるを得ないみたいなね、パスタとかね、パスタでもやっぱり、トマトソース系なんかだったら全然ね負けないと言いますかね、感じがします。こっちは赤ケールで、緑のやつがこの先にあるのかな。まあまあ色合いを考えてね、ずっとほうれん草とか、黒キャベツで緑系が多かったので今日は赤をね出しますが、もうワンワンしてますね。ワンワンというかもうすげえこうワンサが生えておりますんでね。まあ私がね研修した20数年前はこのような野菜はなかったわけですけどね、まあ時代ですわな。もう今や本当にこういうズッキーニあたりのねもう西洋野菜が本当にもう、ズッキーニは20数年前からありましたけどもね、定番野菜となって、もう我が農園も黒キャベツね、でケールはね今年ちょっと本格的に2種類ほど作ってみる、まあ来年はだからちょっと品種を増やしてね種取りをねしたいと思ってますから、なんとか在来のね、そういう品種を探してということになるわけですが、よいしょよいしょ、ね、二十数年雪農業やっておりますと、もう状況はね本当に、昔を懐かしんどる場合じゃないんですけども、昔とは本当にね昔、でもここ 4,5 年ですよね、またさらに大きく変わりましてですね、本当にねガンガンやってるベテランのね、あるいは仲間の若手、最先端の有機農家と呼ばれる人もね本当になかなか状況についていくのが大変でしてね、私なんぞもう、第二世代の時代に取り遅れつつあるジジイ有機農家ですけどもね本当にね消費者の動き、あるいは時代のその流れの中で本当に有機野菜っていうのは本当に読めないと言いますかね、翻弄されているものの一つですよね。本当にね20数年前、諸先輩方、私もそうだったんですけどもね、あまりそういう時代の流れと関係なくね、できるところがね有機農業の良さみたいなところがあったんですけどね、ね、縁もゆかりもない田舎に行ってですよ、こう自分で好き勝手にって言ってあれですけど野菜を作ってですよ、それでね、なんとか自分で売り先を見つけて、それで生計を立てるっていうね、本当にそういう世界が一時期はあったわけですけどね、今やもうつつうらうら、ネットというもの、あるいは情報というものが本当に広がりましてですね、そういう牧歌的なノリがどんどんなくなっていきつつあって、多分もうないのかもしれないですね。もう全員がその影響を受けるわけですね。今本当にどうですか、有機野菜本当に一番、私自身が感じて今一番売りにくいですよね
本当にお客様のその性質とかね、整理といいますか、それも本当にもう目まぐるしく変わりまして、本当に10年前の我が農園の経営方針などはね、完全に吹っ飛んでしまいまして本当にね、妥協に次ぐ妥協でございます。もちろんね、完全無農薬でとかその辺のね、ところは変わりませんが、本当にね、顧客目線、お客様目線でね対応していかないと本当にいけない時代です。本当に厳しいですよね。まあまあ、それをね、嘆いているようでは生き残れない時代に入りました。いやはや、よし、ここのところ連日ね、黒キャベツで私あのパスタをね作って湯がいて、一緒に、パスタを湯がくときにね、そのままポンポンポンとちぎってね、やっぱり煮崩れしませんから美味しいですよね。バキバキ食べちゃいますね。美味しいです、ね、ケールもそんな感じでね、どんどんパスタやスープ、あるいは煮込みですよね、ポトフみたいなのね、ソーセージ、美味しいソーセージなんかと一緒にね煮込んでも全然いいんじゃないかなと思いますね。まあそういうレシピを今日ね入れてますけれども、もう最近は本当にあのお野菜の注文がね、半分以上がもう YouTube から来ますね。本当に不思議な時代です。もう何らかのね SNS やらない限りは本当に難しい時代ですよね。おちょし踏んじゃった。よしよし、もうちょいか。よし、ね、もうどうなんですかね、本当に20年後、今から20年後おそらくトラクターも全て自動になりね、無人運転が可能になり、 AI が発達してきてね、ロボットとかも出てきて農作業をやるようになって、まあ本当にね、今私がやってるようなこういう仕事ね、我々がこう手作業でやってるような仕事は、どの辺までどうなるのかって全く分かんないですよね。本当に不思議というか、読めませんよね。時代を読むことなんてやっぱりできないんですよね。まあだからしょうがないっちゃしょうがないですよね。ああさあ、そんなことでもうちょいぐらいか。時代を読むことなく農業をしていくことは可能なのかって話ですしね。できればあんまり関係なく、世間の動きと関係なく農業やっていきたいとやっぱり思うわけですが、それではおまんも食べていきませんからね。どうなんですか。よいしょ。さあ、ということでね、まだまだ柿はですね、来週からしばらく、今度はケールがね収穫出荷と連続出荷になると思いますね。明日明後日冷えそうだということでね、おそらく霜が降りるかと思います。そちらが黒キャベツですね。またこうやってね、書いて、収穫するとまたこうやってね出てきますので、これでどんどんね寒さに当たって縮れてね、甘さ増してきますんで、さあそんなことでね、赤ケールをね収穫出荷している様子でございました、ね、お客様に至りましてはこの赤ケールね、今週から入りますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、百姓農園の動画でございました。それではまた。